皆様、1週間お疲れ様でございました。9時前の静かなご挨拶は山本ボウでございます。減税によって東京中のまずは余った税金を取り戻して参りましょう。我々が知らぬところで税金の無駄遣いはお疲れ様です、進んでいるわけでございます。例えば日暮里駅、もみじ橋という陸橋がかかっておりますが、こちらの京成側、ここに鳩が作っております。1ヶ月半ほど前、あまりにも糞がひどかったので、これは公衆衛生上良くないと思いまして、荒川区へ問い合わせたところ、ハッチ掃除しかしてないと、トロを押していただきましたので、水を使ってくださいと申し上げて、1ヶ月半が経ったところで、本日2度目の現場確認をさせていただきましたら、さすがに初期の汚さではないですけれども、やってないなというのが一目でわかる状況、税金の垂れ流しです。垂れ流すのは後の糞だけでいいわけでございます。外部委託をして税金を無駄遣いをしている、こういった状況、私どもは参加してはならないと、まずは職員に1回やっていただいて、管理もしていただいて、今はお金だけ使って丸投げ、こういったことを何箇所でもあらゆるところで無駄遣いがなされております。我々はできる範囲で、自分が拾っちゃダメなんです、本当はそういう仕事があるんですから、やっていただかないといけない。我々が拾ったばっかりに、そういった方々の賃金は無駄になってます。一刻も早く正当な仕事をしていただく、これしかですね、恒久的な解決はできない。ボランティア頼りではですね、その方がやらなくなったら終わりです。そういう根本的な根治、根本的解決を目指していく、これが政策の力でございます。山本ゴウが頑張ってまいります。いらねえぞ税金だったら返してこいと、そういう強い主張をしていきます。山本ゴウでございました。ありがとうございます。